ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、ふみなつです。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第14弾、プレイステーション2版のトルネコの大冒険3の16回目の配信です。現在ポポロ編の邪悪な風穴から再開するとこなんですけども、おそらくラストダンジョンだと思われるとこですね。トルネコがね、ドラクエ5の主人公みたいに囚われているので、息子のポポロで救出に向かいましょうという感じで、前回準備をね進めていたので、なんとか今日はね攻略していこうかなと思っているんですが、でです。モンジャ、ドラキーマ、メイジモモンジャ、マタンゴ、ホイミスライムの、5体で向かう予定ですね。で、向かった先の邪悪な風穴で、もし可能ならね、メタパニシックルとかを仲間にして、ちょっと戦力を増強したいなと思っているところなんですけど、謎の将にまた現れた。はい、ビッグパパさんいらっしゃいませ。おはようございます。おはだん。欲しくないな今んとこね、一番の懸念材料が、前回仲間にしたばかりのホイミスライムね。HP が若干ね、低いから、防御力も低いから、ちょっと打たれ弱いなぁと思っている。一応回復薬としてね、仲間にしたんですけど、なかなかね、レベル上げるのも大変でしたね。行きましょう。この辺の場合は、まず第一に戦力を、あ、ガーゴイルの店があるじゃねえか戦力を残したまま次に行けるかどうかなんだよね。たどり着けましたけど、仲間は誰も残ってません。じゃあどうしようもないから、何言ってるかな。これね、この時いなかったのに。ラリホーか、目薬、ファイヤーはなんだろうな。あ、ホタルさんいらっしゃいませ。おはようございます。朝からご視聴コメントありがとうね。とうとうポポロ編のおそらくラストダンジョン。頑張って攻略していきましょうね。どうしようかな。あ、ちょっと何かわかんないから買うのやめとこうか。あ、で今戦闘がさ、あ、これかなりまずいぞ。ちょっとしょっぱなから、ドルイド。これ2番手がホイミスライムになってんな。これちょっとまずいぞ。ありがとう。何がまずいって、位置入れ替えで、モンスターに戦わせられないって。階段速降りやな。あ、ちょっと待って、仲間がついてきていない。35。1回目の攻撃で倒せるかな？コートも外してやがる攻撃を。やっぱ3回目だな。一回攻撃当てた時に近づいて殴ってみようか。パターンを倒せるかな。まあいいか、モモンジャで倒してもらおう。あ、倒したね。お、マタンゴ。倒してくれたぞ。前は？あ、まずい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 。何がまずい？あー、モンジャ死んだ。くそ。そう、何がまずいってあいつが一番嫌いなんだよ。これは、ちょっと、逃げ帰ろう。あいつに発見される前に置いていかなきゃいけないんだよ。いやー、サンダーラット系がやっぱ一番嫌いだな。まさか、一回で逃げ帰ることになるとは。じゃなかったよ。あ、で、マタンゴさっきレベル上がったけど、例えば、行ってないな。モンスター爺さんのとこ行ってこないと。タンゴのレベルね。あれ？間違えた。あ、やっぱレベル3になってる。あー、せっかくレベル上がったのに。挑みに行きましょうか。あんまりね、やり直しもしたくないんだな。その間にさ、ドルイドの杖とか使ってるはずだからさ。半月が楽しい。あれ？ただ、回復じゃないからオスで出てくるってことは多分魔物なんだよね、これ。ほら、投げといてみよう。あ、そうか、判明しないからか。あ、はい、まと。どうですら強え。待ってくれ。この場所だとホイミスライム回復してくれないな。
あれまだ早まる置いた。まだいたん。オッケー。こうやってしかも、とてもとても素晴らしい感じに。入り口が一箇所しかないのはありがたいね。さあ行こうか。ここから行こうか。ぐるって回るだけだった。あれは何かな？あ、パンか。あ、なんか引っかかってるやつがいるな。ドラキーマだと、外攻撃だな。誰が引っかかったんや、これ。ほんじゃか。押してくれ。席。おいみありがて。おいみありがて。アンダーラットじゃありませんようにって祈ってる、今。あ、ほいみスライムまずいな。お、すげえ。ほいみスライムが倒してくれた。ありがて、ありがて。回復をするからか、あんまり、ホイミスライムは攻撃をね、してくれないんだけど、今回は運良くしてくれたの。今日クリアできますかね？いやー、どうかなー。結構厳しいんじゃないかな。敵がね、超強いんだよ。強いし、いやらしい特殊効果も持ってるし。あ、行き止まりだった。あ、まずい。任せた。そこは任せたぜ。あ、まずい、混乱してる。多分、ホイミ殴られたらワンパンやな。え、ちょっと待って。あー、移動したのか。ホイミまずいぞ。ホイミ多分速攻で殺される。どうしよう。ホイミだったら、替えは効くんだけど。お、すごい。ホイミが倒したぞ。ホイミがメタパニシックを倒したぞ。うまくいかんな。あー、メタパニシックリア。耐えられるかな。ほい。待ってたけどーって感じだね。あー、すごい嫌な感じがする。ラリザード。アンダーラットじゃなさそうだな。このまま何事もなく、階段下ろしてくれ。行けるところがめっちゃいっぱいある。あれ行くか。いや、今回のこのマップかなり、あー、下ろせ。ラスト10つくもね、ダメだ。飛ばされている。メイジもバッチ。バカ野郎、ドラキー豆。敵に向かって行ってくれなかったよ。行ってくれ。あ、入ってるだけ。よかったわ。毒。マタンゴの毒がかなり強力だな。コイミンで倒せる？倒せるお前。11。攻撃してくれ、攻撃。フラリサードの、あ、マジか、お前も踊るのか。いや、困ったね。ホイミンの攻撃が、いて。ダメだ、一旦下がろう。こういう状態だ。オッケーオッケー、倒した倒した。ドルイドで一旦、どっか行かせよう。ありがとう。まだいたのか。ポッティ。かやろう、メラリザードが、攻撃してるじゃないか。あ、ちょっと待って、またんご、またんご、お前どこ行く？え、この回もしかしてホイミン2番手か。通りしたい。このね、入り口入ってすぐのこの急カーブ、これが一番嫌い。あ、マジか。マジかよ。いなかったじゃん、敵そこに。ホイミンやられてしまった。マジかぁ。メルモンがラスト10つく倒してくる。タイマーどうや。だけ打ってくれ。貴重な回復要因が。ポロに踊りしてくれてよかったわ。基本はガンガン降りていこう。いやぁ、どうしよう。氷解除されたと思ったら凍っている。痛いねー。回復コン余計なきゃいけない。階段を探せ。あー。大魔神。大魔神か。これまずい。おったー。けど。まあ、混乱させられるのが一番困るから、前はどっか行ってて。で、回復。得られてよかったわ。あ、寝たし。ぐりぐり。でもあれだけこう。なんかいるね。
されなかったよかったよ。まだか、マジか。出てくんのかい。大魔神、強い。ナイスナイス。本社がね、ダメージ受けてるはず。あ、で、あいつも、あいつも来たね。でもあいつはハリなんだっけか。できた。あれはメガザルロックか。前は誰だ。一人で頑張ってもらうか。今日ミスってしまったな。少しでもね、レベルは上げておきたい。ラスボスも仲間頼りだもんな。チョップだ。行ってこい。じゃあ3ターンだったけど、メイジモモじゃあと2ターンだった。あー、ちっちゃいぞ。攻撃力の差出てきたね。モンジャが30代で、メイジモモンジャは40代与えてる。あー、10違うか、だいたい。やっぱり上位種の方が高いんかな。あー、ルーラソー。とりあえずはいいかな。階段。下のとこだな、そして。側じゃない。大魔神。ヘルモン頑張れ。前なら2発でいけるはずや。あ、いけてない。お、レベルアップ。音が遅れて聞こえてきたよ。熱が来た気がする。オッケーオッケー。もうちょっと、ギリギリまで回復したい。で、確かね、もうこの辺でさっきまで言っていたサンダーラットは出てこないはずなんだよね。確かね。やってるか、あいつは。今んとこ犠牲はホイミンだけだ。このホイミンもなかなか痛いけどね。まあ他の4体を倒されるよりはマシだったんだけど。頑張れ。前か。あ、腹減ってし。腹減りは正直怖くない。大きな場余ってるから、ね。ドルイドか。バンパンだった。お、生きたね、階段。金の杖。何かわかんないものはちょっと拾うの怖いな。無理を。邪悪な風穴は16階までかな、確か。仲間だと、ほぼほぼ、バンドラゴラは無力だよね。特殊効果意味ないし。あ、なんか一体。やりなかった、ちゃんと。一体迷子なってる。あ、なんか後ろから来てるな。あ、でもな、戦ってる気がする。追いつかれた？あ、影の騎士。倒してくれてありがとう。うちに飛び込んできてくれた。アイテム。これ魔物だわな。さあは何だろう。何の草だ一体。バッタンの目の前で命を落として味方を守ったホイミ。バッタンの胸に熱いものが込み上げてくる。ああ、ホイミンよ、永遠に輝きたまえ。次回、マタンゴの章、血染めのキノコ。北斗の、起きては俺が守る。あれ、マタンゴを守ってたっけ？なんか、迷子中に倒された記憶があるんだけど。千葉さん風ナレーション。階段が出れている。いいぞいいぞ。邪悪な雰囲気の BGM に変わってきた。あと3回だね。なんとか無事降りたいな。とりあえずフルメンバー揃ってないとな、きついからな。ワープした。で、1体は近くにいるな。あ、すぐそこにいるわ。眠らされてる間にか。マジかよ。見よう。カモンじゃいなくなったのか。痛いなぁ。あ、しかもキメラいるし。あ、キメラ。次使うな。今さら新しい命令が。まさかドルイドなんかに倒されるとは。気が。ませんように。来ないことはまずないと思うんだけど。まずい。見えてんのに。これ外れてるのはちょっと待って、はい、僕はそういう攻撃するんだと思う。で回復をそうか。あ、マジかよ。
何もない、何もないとこだった。あー、ドラゴンか。あと2階なんや。ここと次で、踏破なんや。あー、高いな。おー、ドラゴン。ドラゴン。ドラゴンさんがいる、ドラゴン。前もどっか飛んでけ。一体ならなんとかできるか。OK、ない。捕まえろ。ない。なんか後ろから来てんな。あ、スターキメラが飛んできた。あー、ドラゴンだ。お前はどっか行っててくれ。どっちかな。右は違う気がするから、ひ、あ、じゃあ左か。右。無事突破しましたね。いやー、辛かった。ホイミンとモンジャがいなくなってしまったね。もうそこにいるな。父さん。なんと石にされたトルネコが飾られている。触っても冷たいまま動かない。どうやらヘルジャスティスの呪文がかけられているようだ。仇を取りに行くよ。父さん。仇取れるかな。ハースがいっちゃん怖いんだよな。父ちゃん、なんて呼んでんだろうね。お父さんかな。パパじゃないと思うんだけど。って呼んでたっけ。昔はパパだった気もする。この海外の人や。あ、ラリ放送だったんだ。鳥の石像、マジか。やばい奴がいる。やばい奴がいた。とか倒してくれるか。いや、でも、倒される気がするな。あ、ホイミ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 。ナイス、倒した。あ、ドラゴンがいる。これ、この部屋やばないか。あそこモンスターハウス？あ、ドラゴン来てる。踊れ、踊れ。踊れ、踊れ。だったぜ、今。さすがドラゴン。経験値が半端ない。あー、痛い。なんどこだろう。モンスターハウスだよな、やっぱりな。いや、ここ、あ、ない。ここ行くんだ。踊りやばいから。死ぬなよ。死ぬなよ。頼むから死ぬなよ。った。あの、モンスターハウスっぽいところに階段あったら、ちょっとお手上げやな。周りの石像まだ残ってたんだ。ないな。やばい。あいつらはやばい。反対もいるぞ。やば。ドラゴンが来たなんで手出してんの、マタンゴ。お前バカなのか。え、マタンゴどうしよう。どうしよう。あ、階段あった。あー、プラズマ回す。ま、あとは降りるだけ、あと降りるだけ。オッケー。よし。さて、どう戦おうかな。愚かな人間。なぜ身の程を知らぬのか。再び、わしの前にその醜い姿を現すと。我こそは真の正義を語る者、ヘルジャスティス。あなたは、おほう、私の鎧を奪った者の血を引く。それ、どういうこと？鎧って何？確かに鎧着てたね、最初ね。これね、このことだった。よろしい、そなたも父と共に飾ってやろう。もういなくなってるね。ありがたい、ありがたい。バッチリ。バッチリ。いけ、行ってこい。あ、でも、ドラ、こいつはダメだ。こいつは一緒に逃げないにしておかないと。あ、またん、え、マジで、またん操られている。マジかよ。力下げられたぞ。どっか行っててくれ。あ、で、戻ったね。よかったよかった。で、やばい。これやばいぞ。これ辛くない？哀れに帰ったな。で、援護に回りたい。下手に行ったかなぁ、食っちゃうよね。ポーヌシナあげるか。あ、マタンゴは普通に攻撃してほしいな。あ、やっぱりランタンとかあるかな。どうした？私が滅びるなど。よかったよかった。しかし愚かな人間よ。私が滅びても、あなたの父にかけた呪文は解けぬぞ。なんだって？私に逆らったことを死ぬまで後悔するがいい。ぐわっはっはっは。ガーッと、なんとか倒せたね。いやー、操ってくるとか、なしだろう。ヘルジャスティスを倒したと。
ポポロポポロ、私の声が聞こえますか？本当によく頑張りましたね。あなたとトルネコの力でこの地の人々は救われました。私は大地の神、かつバリナボの地へ民を導いたものです。あなた方の努力で邪悪な意志は滅び、この世界を見守るというバリナボの民の役目も終わりました。これは私からのお礼です。神の力を受け継ぐ大地の民を使わしましょう。エルジャスティスがいたからバリナボの民がまだ現世に残っていたとか、そんな感じ。スクナッティ。ポロ、ここまで頑張ってくれてありがとう。私たちはあまり役に立てなかったけど、あなたのお父さんを助けることはできそうよ。さあ姉さん、早いとこ呪文を解いてやらなきゃ。あまり時間がないぜ。ふっ、父さんも時には真面目になるのね。じゃあ行くわよ。これクリア後バリナポの民いなくなっちゃうんかな。クリア後の世界も一応あるんだけど。元に戻ったんだね、パパ呼びだった。トルネコさん、そしてポポロ、あなたたちの旅は終わり、私たちの役目も終わりました。私たちはいるべき場所へ帰ります。どうかお元気で。あんたたちに会えて本当に楽しかったよ。この世界のどこかで俺たちの親父に会ったらよろしくな、アバよ。こうしてトルネコとポポロは力を合わせ、人々を邪悪な闇から救ったのでした。町も城も活気を取り戻し、城ではトルネコとポポロを称える祝典が開かれようとしていました。よくぞ無事に戻られた、トルネコ殿にポポロ殿。お二人の勇気ある行動によって人々は救われました。心から礼を申します。今日は国を挙げての祝典を行いますゆえ、ぜひご列席くだされ。城や城下町の者たちも感謝の気持ちをお伝えしたくてうずうずしているようです。祝典の準備の間はよろしければぜひ皆の話を聞いてあげてくだされ。もちろん奥方のネネ殿も先ほどからこの下の円卓の間でお待ちですぞ。では後ほど。ポポロくん12歳でしょ。12歳の子がパパ呼びって結構珍しい気がするな。なんか私はもう親父って呼んでた気がする。パパなんて呼んだことない気がするな。多分本当ちっちゃい時だけじゃないかな。ネネさん会食中。あなたポポロ、お帰りなさい。きっと二人とも無事に戻ってくるって信じてたわ。本当にありがとう。お城や城下町の皆さんもとても幸せそうね。私も闇の霧が晴れたらすっかり気分も良くなって元気が出たのよ。私のことは心配いらないから、町の皆さんにも顔を見せてあげて。教会でお祈りしておくのもいいかもしれないわね。セーブをしてこいと。ってことやな。はい、はここ。お祈り。いやー、また一つ世界を救ってしまいましたね。で、この後どこ行くんだろうね。おめでたやー、おめでたやー、ね。あと次ね、次は、またモンスター系の作品で、ゲームボーイアドバンスの、キャラバンハートっていう、キーファの子供の時が主人公の作品ですね。なんかイベントあんじゃないんかな？違うんかな？おふう、オンマスが続きますな。そうですね。ネネとのやみんなと話されたのなら祝典も始まる頃でしょう。どうぞ城内お入りください。はーい。じゃ祝典を、祝典が多分エンディングになるのかな。おー、トルネコ殿、お待ちしておりました。祝典の準備ができましたね。どうぞこちらへ。トルネコ殿、ニポポロ殿、大変お待たせいたしました。どうも、もようこそ祝典へ。我が国の心ばかりのお礼ですが、早速始めるといたしましょう。では兵士たちを、国の皆に祝典開始の合図を。そしてここでこの曲か。ではこれ、我がグレートバレーナ国平和の祝典を執り行う。まずは堅苦しい挨拶は抜きにして、国の皆を呼んでの晩餐会じゃ。さあ、円卓の前へ。円卓の間小さかったよな。さあ、トルネコ殿とポポロ殿、こちらへどうぞ。ネネ殿もご一緒に。ところでトルネコ殿には聞こえますかな？そら、あの音が、先ほどから何やら不思議な音が聞こえるのじゃよ。
なんというか、そう、人々の幸せの音色とでも言いますかな。で、せっかくの料理が冷めないうちに参りましょう。もうすでにエンディングに入ってるね。文字送りが、どうだった？終わりましたね。もう、この不思議なダンジョン系は、いつ終わるかの先が読めなかったけどね。もう、今回も、あわや、やられてしまうところだったけど。世界一の歯とか、聖域の巻物とかあればね、もうちょっと楽だったかもしれんけど。じゃん、元気出た、おいら、嬉しい頃。喋ってる。今この水晶で海流の灯台の様子を見てるんだから静かに押し。そういえばお前昔のことを少し思い出したんじゃなかったのかい？おいら思い出しただ。北西の大きな大きな木の根っこ。あそこにおいらのふるさとに帰る入り口がある頃。でも開く島は思い出せない。確か密林島のおじいさんに伝えた気がする頃が。あ、それがあれか、マダムグラコス。助けたいと思っているプチット族の裏があるのかな。道中にね、あるかと思ったら道中出てこなかったからね。やれやれ、まだ成果のない祭壇の場になっちまったな。これは間違いなく海竜様の、なんでまたって、こんなことはどうでもいいや。おいみんな、海竜様の聖なる火が再び、この灯台に炎が戻ったぞ。闇の力のせいで、暗闇になってたからね。海底の家が。エンド。いや、よかった。いや、ヘルジャスティスがさ、釣ってきた時点でやべえってなったよね。よく倒せたわ。こうして家族みんなでのんびりできるなんて、まだ夢みたいね。そろそろ長かった旅行も終わりにして、懐かしい家に帰ってもいい頃だけど、もう少しだけこの幸せな気持ちを楽しんでいてもいいわよね。と言ってもあなたは早くも仕入れの旅に出かけたくなってるのかもしれないけど、もし出かけるのなら今度はあまり遠くには行かないでね。それからポポロも冒険したくてうずうずしてるみたいだから、時々は仕入れに行かせてあげましょうね。あなたがポポロを旅に行かせてもいいと思った時は声をかけてあげてちょうだい。こんなに平和で清々しい日がやってきたんですもの。もう大丈夫よね。私は見かけのポポロの靴下を仕上げなくちゃ。キャラクター交代がここでできるのね。ポポロは嬉しそうにうなずいた。冒険をポポロと交代しますか。残念そうにうつむいた。喋ろよ。これでようやく本編が終わったんだね。今のところ、クリア後のダンジョンはその、プチット族の村に行くっていう、情報だけかな。新しいお金3000だ。あ、そっか、売り物をあげてたね、そういえばね。いやー、終わりましたね、ようやく。この状態でセーブをして。ここで終わろうかな。ちょっと早いですけどね。で、本編は終わりました。で、さすがにね、タイトルによっては、裏ダンジョンというかね、そちらの方の攻略もやってたりするんだけど、こちらの不思議のダンジョン系に関しては、先が、読めなくなってしまうまで、あげればっていう感じじゃないからね。まだまだシリーズ続きますので、今回のトルネコの大冒険3はここで終わろうかと思います。はい、ビッグパパさんありがとう。お疲れ様でした。先ほどもね、途中で言いましたが、次の、第15弾となる作品。あ、しおりさんいらっしゃいませ。おはようございます。ただいまですね、終わったところです。クリアってことか。はい、クリアしました。クリアしましたよ、頑張って。こちらですね。で。次の作品はこちら。ゲームボーイアドバンスソフトドラゴンクエストモンスターズのキャラバンハート。ドラクエ7のキーファが主人公のゲームですね。私これね、初見プレイになるので、どんな感じになるのかちょっと楽しみにしてますが。子供の時一体何があったのかっていう話ですね。はい、次回からこちらの方頑張っていこうかと思います。はい、皆さん挨拶ありがとう。ここから皆さんの雑談、漫談はできないな。うちもちょこっとプレイした記憶がゲームボーイミクロで、ああ、あったね、あのちっこいやつね、ミクロ。キャラバンハートってのがあるんですか？へえ、あまりね、知られてない作品なのかもしれないですね。私も当時全然知らなくて、後から知ったんだよね。
で、このキャラバンハートをやって、その後、おもちゃの剣心ドラゴンクエストをやって、で、その後スライムモリモリ大冒険がね、いまして、で、その後にようやく、ドラゴンクエスト8の方が始まるので、あとね、3つ作品を、スピンオフ作品をクリアすると、スピンオフとか、本編以外のやつね、ナンバリングタイトル以外をあと3つこなすと、ナンバリングの8番目、ドラゴンクエスト8、できますので、その8をね、楽しみにしてる方も結構いらっしゃったので、まずはね、そこ目指して、次回からこちら、頑張っていきましょう。早いですが、ここで終わろうかと思います。最後までご視聴いただいた方々、ありがとうございました。コメントいただいていた、ビッグパパさん、ホタルさん、しおりさん、皆さんありがとうございました。次回もよければ、ご視聴、コメントよろしくお願いいたします。本編までがね、ちょっと長いですが。あ、ハチも知らないんですね。じゃあ楽しみに待っていてくれると嬉しいです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。それではまた次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。